画面左上、コーリャンさん、ハンディキャップなし。右上、メソさん、ハンディキャップ30秒。左下、コウさん、ハンディキャップ26秒。右下、SQR さんがハンディキャップ6秒。この4名で決勝を戦うことになります。SQR さんは連覇がかかった、3連覇がかかっています。他の方もほとんどファイナル常連と言っていいでしょう。それでは、決勝戦始めていきたいと思います。コーリャンさんはスタートボタン、その他の方はタイマーに手をかけてください。3、2、1、スタート。さあ、第34回 TGM 大会、ザ・マスターズスタートしました。まずはコーリャンさんからスタート、6秒後、はい。画面右下、SQR さんもスタート。あと、ちょっと間が空いて26秒後と30秒後に、コウさん、メソさんがスタートします。さあ、これは非常に、有利なのは、準決勝1位で抜けてる、コーリャンさん。このコーリャンさんはアドバンテージタイムを、10秒もらっているので若干有利。逆に不利なのが敗者復活から勝ち上がったメソさん。この人は、ハンディキャップが30秒ついてしまっています。さあ、だがコーリャンさん、若干形が序盤から安定しないか、これぐらいのことでひっくり返ってしまう可能性もあるので、この大会は面白い。さあ、皆さんそれぞれに序盤は高いところで進んでいく。さあ、積極的に注意してもらいたい。さあ、安定して自己ベストに近いタイムを出した人が間違いなく優勝というこの大会。まずは序盤、飛ばせるところは飛ばして、なるべく失速しないようにしてもらいたいです。現在トップ、コーリャンさんは115。さあ、2位は SQR さん、120ですね。あとの2人も、今コウさんが100を突破、メソさんも今100を突破。さあ、序盤から4つの差が詰まる大戦になりそうだ。さあ、皆さん、形が綺麗。まだ自分に至るような形があっていません。さあ、次200を突入するのはおそらくコーリャンさんということになるでしょう。さあ、コーリャンさんが200突入。そしてSQRさんも200に突入。さあ、差が序盤からちょっとずつ詰まってきているか、これは。さあ、コウさん200に突入。さあ、メソさんも200に突入してきた。タイムは皆さん意外と後ろからスタートした方がボールの駒が早い。さあ、形は皆さん安定してきた。これは300と途中から順位が入れ替わる可能性も出てきた。さあ、300と途中はまずコーリャンさんが1番。SQR さん、追い上げる2人がどこまで迫れるか。コウさんは3分6で通過。さあ、メソさんも今通過。この後ろから追い上げる2人は前の2人より明らかにタイムが早い。どういう展開になるか。シルバー戦に差し掛かってきました。さあ、コーリャンさんが400台に突入。さあ、SQR さんも今突入。差は詰まっている。2人もコウさんが今400に突入。江戸さんも今400に突入。さあ20時に突入は誰が1位になるか、非常に注目が集まるところです。さあコーレアンさんが20時に突入、非常に順調だ。さあメソさんが失速436、やはり敗者復活のハンデがきつい。さあ SKR さんも20時に突入している。さあ現在トップは544、コウさんも今突入した。ということは差は40程度ということです。さあ600と進むのが一番早いか。さあコーレアンさんが今突入。さあ石川さんも今突入。トップとはだんだんと詰まっているか、もしくはこの100は変わりがなかったか。さあ順調に追い上げてる、後半も順調に追い上げている。コウさんも600進む。現在トップは650ぐらいですか。十分に追いつけるチャンスがある。踏ん張りのコウさんが天井上がってきたようだ。さあコーリャンさんが今700突入、追いつけるか。さあ SK さんが700突入、差がほとんど変わっていないが若干詰めたか。さあ、コウさんが700突入、ここは間違いなく詰めている。さあ、トップとの差はもう40なくなってきている、10詰めている。この計算だと、最後がデッドヒートになることは間違いない。逃げ切れるか。高いが、タイミングできそうだ。大丈夫。さあ、さすが、最多優勝。さあ、そして800台に突入していた。今、SKR さんも800台に突入。さあ、これは、さあ、コウさん800円に突入。差は40、先ほどと変わりない。さあ、これが100円に突入するか。ものすごいデッドヒートになってきた。さあコーリャンさん900台に突入、これはちょっときついか。でもまだまだチャンスある。さあ SKR さんが900に突入、さあコウさんも900に突入。ただミスがあるとわからない。どういう戦いになっていくか。さあ、番が TGM9 分36秒、タイムも好タイムで今 TGM、さあ2位は誰になるか。さあ2位は SKR さん、3連覇ならなかったものの2位優勝、そして最終的には3位はお父さんという形になりました。ということで第34回マスターズ優勝はオーリアンさんでした。おめでとうございます。2位は3連覇ならずとも2位入賞は立派 SKR さん、おめでとうございます。3位は KOO さん、おめでとうございます。で4位はメソさんという形になりました。どうもありがとうございました。来月もまたやりますのでよろしくお願いします。おめでとうございます。